はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、今回はメカニックスガチャを引いていきたいと思います。まあ、メカニックスのね4キャラがデビューでバナーキャラとなってます。チガとリュウジと、ナゴミちゃんとエレキですね。で、初回10連から一応 SR は確定してて、30連目、40連目、50連目がバナーキャラから SR 確定ですね。まあ、ちょっと5回はね引けないので、30連のバナー確定までは引いていきたいと思います。あと単ガチャとウィークリーガチャかな。まあ、ここら辺をやっていきましょう。じゃあ単ガチャからいきますか。ほい、さすがにね、もうキャラが多すぎるとね、バナー確定を出さないとちょっと新キャラは当たらないからね。チガですね。お、PR か。では10連に行きます。ここは SR1 枚確定。確定枠でね2つ入ってるとレイジャーして嬉しいけど1つ。おー、違う、ちょうどさっき PR が出たね。まあ、違うもね、悪くはないからね、全然。なごみちゃんの R。 お、また違うの PR が出た。木崎とかいらん。友沢関係もねもういらないんだよね。まあ、友沢がプラゴになっちゃったんで、まだね、まともざわを鍛える余地があったら友沢は結構嬉しかったんだけど。20連目に行きます。ここも SR1 枚確定ですね。うん、1枚か。まあそんなもんだよね。滝本かアプリの方では一応滝本強化されたよね。でもアーチスとかアンダ製造機か勝負師でしょ。なかなか厳しいよね、金徳が。まあ、普通にね体力を奪ってくるっていうのがかなりきついんだけど、まあ、それでも全力高校でどうなんでしょうね。滝本くん、もうちょっとねタックとかが強ければいいと思うんだけど。じゃあ30連目ですね。ここはバナー SR 確定になってます。まあ、違うね手に入れたんで、できれば他のキャラが欲しいんだけど。うん、安定の全部1枚。エレキか。エレキくんはね、まあ、変化球キャラだからね持ってて損はないですね。で、ポリヘン、なんだっけ、名前がすぐ出てこないんだけど、あのビリビリシュートみたいな、シュート方向のねポリヘンなんで、まあ先にね、なんだっけ、あの人名前忘れちゃったけど、あの人よ、あの人、パワープロ2018のシュートのね、ブレッドシュートを持ってるオリヘンキャラが先に出ちゃったから、まあ、シュートシュートで被っちゃうんですけど、まあ、エリキくんもちょっとテーブルが分かんないな。まあいいや、とりあえずウィークリーガチャ引こう。1回も未だに SR が出ないウィークリーガチャ。ゴールデンボールはね SR の可能性あるからね。うん、ないね。おー、いらん。ちょっとエレキくんとチガの、ま、テーブルだけ確認しますか。新キャラなんで、ま、使ってやってはいくんですけど。あ、そっかそっかそっか、ボックス埋めてくるの忘れちゃったけど。まあ次ね、ミキサー祭りがね始まるとはいえ立川以外なんかね欲しいっていうのがないんだよね。エレキくんどこだ。さっきなんかチラッと見たな。タックやる気効果アップ、あ、やる気デッキですね。タック70のやる気効果アップ100で変化球ボーナス4とで45になると試合経験点ボーナス、やる気デッキですね。でキレと内角、あ、サンダーボルトだ、サンダーボルト、そう、サンダーボルトをポリヘンでくれるんですよ。内角持ってるんでね、なかなか珍しいキャラではありますね。タックは90、やる気75で精神ボーナスと得意練習率アップ。タック100までいくか。タック100のやる気75で、固有精神ボーナスと得意練習率アップがついてるんで、テーブルは全然悪くないですね。違うわ。で、こっちの方がさよなら逆境対エースというところで、まあ、パワー比がないのがねちょっとあれですけれども、まあ、メカニックスで使うっていう方向性でいけばマップでパワー比があったはずなんで、
まあ、そこでバランスがうまく取れてるかなという感じですね。あ、こいつ福水だ、福水こいつもねブレッドシュート持ってるんで、先にねこいつが出ちゃったんですけど、こいつがいなければっていうのも変だけど、いなければ、まあ、シュート方向のねサンダーボルトはかなり貴重な折り辺だったと思うんですけど、今はまあライバルキャラがね出てきちゃったんで、まあ、ただ福水くんは球速か、球速だから、まあ、状況に応じて使い分けていけばいいかな、というようなところで今回はこれで終了して、まあ、次回はね、ちょっと野手のなんだっけなんかすぐ名前が出てこないんだけど、野手のメカニクスをやっていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、Twitter のフォローしていただければ幸いです。とあとペナント用のねパワープロ2018選手まだまだ募集しておりますので、ぜひねペナントゼロの動画を見ていただいて、どしどし選手応募してくれれば嬉しいと思います。現在パワちゃんではペナント用の選手を募集しています。動画の説明欄に詳細のリンクを貼っておきますので、ぜひ皆さんのご応募お待ちしております。